盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本地の高松の盆栽園北谷四千四代目北谷隆一です。え今回のテーマはあのまあ、盆栽のね、えー、手入れするまあ、芽切りとかまあ、剪定まフルハッとかまいろいろあるんですけどもその作業の時のまあちょっとしたコツともう本当にちょっとしたもんなんでまあ、おうっていう人もおられたらいやまあそれはそうやろうなという感じの。 ご意見の方もおられると思いますけどもまあ,あの触りの部分聞いてねもう絵は持ったらあの来ていただいても大丈夫なんで,、はい、でちょっとだけお時間くださいあの今無料のメールマガジンやっておりますえー、もう60通ぐらい作って登録者も2000人ぐらいの方がいらおられるのかなで概要欄からメールアドレス登録するだけでね無料であの定期的に届きますんでよかったらそちらでもあの勉強してみてくださいで本題に戻りますあのまあ今 ちょっと、ね、大きめの、まあ、中品よりかはちょっと大きい大型に近いぐらいのうち、まあ、では結構小型な方ですこれでもねあのこういう盆栽作業をするにあたって、えーまあ、結論から言いましょうかあの、まあ、多くの場合があのてっぺんから作業していくんですけども、えー、僕はねそのこうてっぺんからちょっとずつこう螺旋に。 作業していきますで一枝ずつしっかり終わらしながらちょっとずつでなんでまあこういうわざわざ言う,うかと言いますとあの結構ねうち、まあ、で体験まあて定体験とかね作業の体験される方とか、まあ他の作業してる人のまあ動画、まあ、アマチュアさんというかね初心者さんとかの見た時に。 結構あの、ここ切りました次ここ切りますあらち切りました。結構ね点々とこういろんなところにもう目がいっちゃうのかな一つずつ終わらずに終わらさずにあのちょっと手つけてはまた違う場所ちょっと手つけてはまた違う場所みたいなのをちらほら見受けられましたほんで、えー、まあうちで作業されてる方まあちゃんとできる場合は の方ほとんどなんですけど、やっぱちょっとね切り忘れありますよみたいなそんなことがちらほらあったりもするんで、まあ後でその切り忘れがないかってね探すこう探す作業するの結構多分時間かかるんです。もうだいたいもう葉っぱも芽もみんな緑なんでね、いざ目離してもう一回探すとなったら多分大変なんですね。それだったらしっかりとねもうここはもう次もう 探す必要がないと、しっかり終わったっていうのを確認してから次行った方が、はい、早い結果的に早いでいい手入れになるんじゃないかなと思います。でまあどんな感じかよねさらっと今これ今今日ね6月なんでこれ目切りの作業なんですけどちょっとやっていってみます。の新目切るんですけど 切った後僕ねあのこれぐらいの木だったらね葉っぱ切った方がねあのし下の枝とかの日当たりもよくなるんで葉っぱも切っちゃいますで今これ一旦ねあまあこっちにもいるか。 まず、この今触ってる枝大元から出てるこ,これを一つの枝の塊としてはいちょっとこうとりあえずこのねこのスペース一回まず確実に終わらせましたとでその次にまた違う ブロックのこの今揺らしている。この一塊をしっかりまた終わらせようという。そういう考え方でいきます。これ今見切り作業です。あんまり小さい芽は切らない。まあついでにね。見切り作業としても。あの参考。<laughs> 参考の。 映像として見て見もらえたら、はい、でここの一塊が一回終わったと、まあ、こっちのね、えー、一ブロック終わったんで次は、まあ、なるべく高いとこかららせんに行きたいんでちょっと低い場所より先に高いとこから終わらしていきます。 この見切りの時の古葉はね、もうあんまり。用がないんで、少々。あの。目を切るときに、一緒に切れても大丈夫です。まあ、後から、ここは切り揃えてますけど。古葉巻き込んで新芽切ろうが、どうしようが。大して問題ないです。ね、ちょっとずつ、こう済ましていくと。忘れ物が。減ると。 とにかく見落としたのをね後からまた切りな探して切るっていうが大変なんですよね。うんこれ 一旦、まあここてっぺんのこのゾーンをねまた同じぐらいの高さのとこ一回終わりましたでぐるぐるらせんにね次に次に高い場所こういうとこにまた手をつけていきます今ねこのてっぺんのあたりまあ一周ぐるっと同じぐらいの高さのところを、まあ、作業し終わりましたでも確実に 今ちょっとごめんなさい忘れてた <laughs> はい、まあ、こんな感じでね結局忘れやすいんですよそれをしっかりやっていったらその忘れる確率もだいぶ減るとで同じぐらいの高さが終わって、まあ、次に一番高いとこどこかなという感じでまあここだなとで、まあ、またそこにこう手をつけていくと、はい、こうやってねでこう徐々に、えー、上から上からあの作業を済まして 1> 1個ずつ確実にねもう忘れ物こ,こ,この中で忘れ物ないかしっかり確認してからまた次の次に高い枝の場所に手をつけていくとするとあの木全体もねあの見えやすいですねあのあちこち行くとねなんかこうよし見直しも難しいですね本当に。 こ,うやってね、この枝だけしっかり、はい、もうここは後から触らないぞというぐらいではいでこの枝今終わりましたとでこれが終わったらまた次と、はい、そんな感じでちょっとずつちょっとずつねまあ一枝一枝まあまあこうひとこれを一塊って言ったらちょっと乱暴なんでまあまあ小さい一塊ずつしっかり。 終わらしていった方が作業が効率的なんじゃないかなと思いますまあ、本当にちょっとしたお話ですけどねあの意外とできてない方多いし後で見落としがよく見受けられたので動画にしてみましたはい、本日は以上です、えー、盆栽からしたらもったいない北谷養成4代目北谷隆一でしたチャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします はい、あの2024年8月21日から26日まであの阪急梅田本店の9階斎場であの盆栽の販売を行います、えー、僕だけでなくて、ね、あの香川県5人ぐらい行くのと、まあ、愛媛県からも来るし関西県からも来るというんで盆栽園がですね、はい、そういうイベントをやってますんで、まあ、是非ともあの来られるという方はお越しくださいませお待ちしてます